今度はこの戦国のちょっと新しいやつですね。せっかくだから戦況に乗っちゃいましょうか。ああ、ここは乗員交代するのか。なるほど。
いやー最高ですね。もうこれはもうさっきのね、あの泉ヶ丘駅を出てこう下っていくところ、あそこはもう本当にね絶景すぎて鳥肌立ちましたね。いやーもう本当に最高だわこれは。私もね、あのこの仙北高速今まで一度も乗ったことがなくて、でこの道路挟まれ区間ですね、道路の上り線下り線の間にこう鉄道があるという区間、ここをね、まあ、一度来てみたいなとはずっと思っていたんですけどもね、いやもう想像以上の素晴らしさですねこれは。いやここまでね、ここまでの絶景とは、いやすごいわ。いやこれはね、もうこんなのに興味を持つ人はあんまりいないかもしれないですけどもね、ぜひね、あの全面展望をお勧めしますね、この区間はね。あとこの道路も走ってみたいですね。まあ今日は厳しいか、まあ、そのうち、来れるといいなという感じですけども、この仙北高速線初めて乗ったんですけども、あと2駅でね、乗り潰し完了ということなので、先にそっちをね、乗ってしまいたいと思います。はい、ここは戸川大橋、戸川に来たということなので、まあ、そっちには歩道がなかったのか、この辺が戸川地区という感じなんですかね。はい、いや本当にこの、仙北高速線が素晴らしい。いやこれもまた絶景だな。いやすごいこの起伏がいいですね。関東だと、まあ、何でしたっけ、北総線なんかがね、この道路を挟まれるタイプですけども、あっちはこう、なんか線路が深すぎてね、なんか鉄道に乗っていると景色はいまいちですし、このなんか本当にいいなもっとずっと眺めていたい景色ですねこれはね。はい、ちなみにね、この鉄道の話ばっかりしてましたけど、こちらの道路もね、確か、9万台ぐらいでしたかね、1日の、通行台数がね。でこれはもう結構その全国の道路の中でも上位に入る、まあその交通量の多い区間でして、私がね、作成した道路交通量ランキングトップ100の中にもね、なんかこれ、まあ、同じ1本の道路なんですけども、どっかでこう番号が分かれているみたいで、両方乗っていますので、もしよければそちらもね、ご覧いただければと思います。はい、で、まあ、そこが、駅ですね。なんか今、1時15分ですね。お腹空いたんでなんか食べたいんですけども、ここで食べちゃいますかね。あるいは泉中央まで行っちゃった方がいいかな。はい、いやこのね、車を眺めながらこの列車を待つだけでも楽しいですね。ちなみにここは一応一般道なので、多分60制限だと思うんですけどもね、なんか車を見てるともうちょっと出してるようにも見えなくもない。そしてちょっと古いのが見ましたね。全面展望的には先ほどの新しいやつの方がね、向いてる気がしますけども、
終着ですね。富士中央。はい、着きましたが、ここ先は行き止まりではなくて、なんかあるんですかね。車両基地かなんかが。ちょっと見えないですね。あまり用がないんですけども、とりあえず改札を出てね、まあ、駅前を軽く移して、なんか食べるとこがあればお昼という感じですかね。はい、駅の外に出てみました。結構発展してる感じですね、ここはね。まあ、大規模な、商業施設がね並んでいて、この反対側にもなんかあるみたいですね。ここは、確かね90年代に入ってから一駅だけ延伸されたんですかね。戦国高速線のこの手前までは早い時期にできていたんですけども、まあね、ここだけ、まあ、90年代に開発されたので、まあ、こんな感じになっていると。はい、まあ、あの泉中央なんかに比べるとね、まあ、こっちの方が発展している感じがしますかね。まあ、泉中央とは同じぐらいですかね。まあ、多分これからね、あの仙台の区役所巡りで行くと思いますけどもね。はい、ということで、まあ、来てみたかったのでね、まあ、とりあえず OK ということで、松屋、昨日も行ったけど松屋でお昼にしましょうか。はい、なんか鉄道娘コレクション的なやつがありますね。この方ですか、泉小海さんが、仙北高速鉄道、結構なんか見覚えのある人もいますね。なんか被ってるのがこっちは。はい、まあ、わざわざここにこれを見に来る人はあまりいない気もしますけどね。はい、2階に出てみましたね。なんかそこは高速道路かなんかですかね。で、線路がなんか、途切れていてね、なんかこれそこのね、微妙になんか緑になっている土地は伸ばす予定地みたいなのなんですかね。あるいは道路の拡幅用かな。まあね、まあ、とりあえずここで途切れてしまっているということですね。はい、まあ、戻りましょうか。はい、ここはさっき、出たのと違う方の、こちら北側ですかね。違うかな、南側かも。なんか最後こうどっちかに曲がっていたはずなんですけど、それはちょっと思い出せない。はい、はい、こちらが運賃表ですね。まあ、初乗り210円は若干高いですけど、この中百舌から先がね、まあ、ほとんどこう変わらないというか、最近なんか安くなったとかそんなんでしたかね。あ、これ中本通過の普及ですけど、とりあえずこれに乗ります。
今ここはね、泉ヶ丘駅で置いたところですね。で、まあ、もうさっさとね、区役所巡りすればいいんですけども、ちょっと一箇所だけね、気になるゲーセンがあるので、そこだけ寄りたいと思います。他のゲーセンとかはね、まあ、南海線沿いとかはね、別に後から来ればいいんですけど、多分この仙北高速線もほとんど乗りに来ることないと思うので、ね、まあ、このチャンスにちょっとここだけ終わらせちゃいます。これですね、まさにジョイパーク泉ヶ丘、公園みたいなショッピングセンターだそうですね。行ってみましょう。方向的にはこっちですね。はい、まあ、この比較的にはね、区役所がなければスルーできるので、まあ、通り過ぎそうな感じでしたが、ここもかなり栄えてますね。ここは堺市の、だからなんかこの辺の中心と言ってもいいんじゃないかというぐらい、すごいこのバスターミナルも充実してるし、利用者数はどうなんでしょうね、駅の。ジョイパークまではもうちょっと進んでから、これがブリッジですね。それで行きましょう。なんかすごい奇抜な建物がありますね。あれがビッグアイというのかな。いや、ビッグアイはこっちか。じゃあなんだろうな、ここは。はい。で、なんか適当に登ってきたけど、ここは間違いかもしれない。まあ、とりあえず行けるとこ行ってみますか。なんか、一本先のあそこの歩道橋、あれがなんか正しい道ですかね。正面には高島屋のマークも見えますね。こんなところにあるの？はい、この正面左側にありますね。なんか、地図での見た感じではね、駅から結構近いんですけども、まあ、実際はそこそこ歩かされるという感じですかね。ゲーセンのサイトにはね、泉ヶ丘駅から徒歩5分とあるんですけども、まあ、大体そのぐらいですかね。はい、まあ、とりあえず行ってみましょう。はい、こちらですね。ジョイパークの、宝島というのゲーセン、まあ、これは結構各地にあるやつなんですけどね、行ったんですけども、シグマのね、ホイールパニックと、あと、ワットイフの52台打ち切りバージョン、それがありましたね。はい。まあ、これ公式サイトにもあってね、まあ、その記述通りということで、まあ、その記述が信頼できることを確かめたみたいな感じになりましたね。はい。それだけです。100円11枚だけで入れてきましたけども、まあ、結局全くね、撮影はせずに、終了ということで、ということでね、戻りましょう。22分発のがあるはずなのでね、そちらで、中本、そして乗り換え時間がちょっとわからないけども、また南海高野線で、萩原天神ですかね、そこから30分歩くと。これ天気がどうですかね。なんか雨降りそうな感じですけどもね。はい、南海本線運転見合わせだそうですね。怖いですね。私には多分影響ないと思いますけども。はい、ということで、2時22分発ですね、こちらのようなね。さっきの確か、戸上北駅、こちらが、1時20分ぐらいでしたかね。もうちょっと前だったかな。なので、まあ、昼飯を含んだ寄り道で、まあ、1時間ぐらいロスしたということになりますけどもね。まあ、私が行きたかったんだから仕方ないということで、向こうからはね、真面目に寄り道せず、区役所を目指しましょう。この乗ったやつはここ中本止まりだったみたいですね。で、次に私が乗るのは、河内長野駅ですかね。南海高野線、36分発、あと5分ぐらいですね。